お久しぶりです。本当1年ぶりのメイク動画になります。本当お久しぶりでした。ということでメイクをしていくぞ。もうねここ1年ずっと TikTok にかまけてまして、全然 YouTube 撮れてなかったっていうね。本当になんかね、でも YouTube 恋しくなって戻ってきた。 YouTube に戻ってきました私。本当に YouTube のめぐみの YouTube ファンの方、本当にお待たせしました。やっとちょっと夜中なんですけど、今真夜中なんですけども、ちょっとこれサービスでいろいろつけちゃおうよ。やっていきたいと思います。さあ最近私が好きなコスメでメイクしていこうか。じゃあね、なんかねこの1年ねすごいいろいろあるのよ。好きなコスメいっぱいできたの。どうしようかな。じゃあ下地から、あ、じゃあね、ベースメイク編、ポイントメイク編やっていこうかね。2段に分けて、2回に分けてやっていきましょうかね。よし、そうしよう。まず私の最近の肌コンディションを見てやってください。ほんとね、ここにボトックス打ったからね、かなりここにはもうシワが寄らない。あとガムの噛みすぎでエラがめちゃくちゃ張っちゃったから、エラにボトックスを打ってきました。そしたら効いてきました。納豆ついてない、大丈夫。さっき夜長なのに納豆ご飯ついたんだけど、ついたんじゃねえ、食ったんだけど大丈夫ね。じゃあそれでは早速私のめちゃめちゃおすすめのベースメイク、肌がこれ超綺麗に見えるよってやつやっていこう。まず最初にこのクレードポーボーテの下地をね、最近なんかクレードポーとかね、ちょっとお高いもの使っていかないともったいねえぞっていうことで、プチプラ先にこういうのを消費しようと思って使っておりました。これを塗り広げていきまーす。はい、そしてこっから重要ですよ。これハーバーのツルツルマットベース部分用下地、これがねものすごい毛穴隠すの。こうやってちょっと出すわけよ。これね、公式のオンラインショップでハーバーのね、そこでお試しで1000円で買えます。とりあえず最初だから試しやすいから一回使ってみてほしい。本当にね、毛穴がフラットになるの、ここ。そうすることによってテカテカしたハイライトをのせても毛穴が悪目立ちしない。ここね、毛穴をねこうやって埋めとかないと、ハイライトを塗った時に毛穴が悪目立ちして、せっかくハイライトでツヤツヤの肌にすると綺麗な肌に見えるのに、これを塗らないことによって毛穴がツヤツヤのハイライトで悪目立ちして、あら毛穴があるんじゃねえのっていう風に見えちゃうから、これはもうちょっとね騙されたと思って使ってほしい。お問い合わせ先っつう電話番号もねこれ書いてありますから、0120-168080。あ、でもパッてハーバーツルツルマットベースで調べるとすぐ出てきます。ということで次は最近すごく使ってるのがこのクレドポーのクッションファンデ。私ね、もうこのクレドポーのクッションファンデ使ってからね、他のクッションファンデ使えないっていうくらいねハマっちゃって、何がいいかっていうと、これね、こう網みたいになってんだけど私はブラシで塗ります。何がいいかっていうと、素肌感を残して結構薄付きなんですよ。薄付きなのね。だからまあちょっとカバーしたいところはコンシーラーで最初やっていただいて、でそれからこのファンデーションを塗っていただくといいんですけども、コンシーラーやりますかね。コンシーラー、まあいいや、このくらいか、このくらいは隠れる、このくらいはね、このくらいの、このシミはちょっと隠れないね。でこうやってこうやって、この筆がね、ロージーローザのすごいバズってる筆なんだけど、これ使いにくいよっていう人もたまにいて、
私はね、その使いにくいっていう意味がちょっとわからないんだけども、これこうやってこうやって滑らせるだけですごい綺麗につくっていう人が結構多い中でも、なんか使い方がねいまいちわかんないっていう人もいるんですが、ちょっとこういう風にやってみて、私と同じ感じで。で、毛穴というか下から上にこう塗ったりとか、で目の際もこうやってこんな感じで塗るだけでね全然いいと思うよ。まあ、鼻の赤みはねコンシーラーでね、最初コンシーラー塗りたかったね。じゃあちょっとコンシーラー探しますか。私のねちょっと最近好きなコンシーラー見ていい？最近ちょっとこのコンシーラーハマってるぞっていう、これじゃねえんだよ。コスメがいっぱいありすぎまして。本当はねキャンメイクのスティックコンシーラーがね気に入ってんだけどね、ちょっと目当たらないので、コスメデコルテのこのコンシーラーで隠していこう。これも使わなきゃな、結構使ってなかったんだよね。これ去年の3月に買って、このパレットコンシーラーとこのフェイスパウダーとあともう一個あの下地を一緒に買ったんだけど、このねこのねこれ底見えてるでしょ、これめちゃくちゃこれ絶対リピ買いする。これ待ってて、今これ伸ばすからちょっと待ってて。でマジでこれやばいの、マジでごめんなさい、これちょっとバカっぽいから撮るね。これマジでこれやばいの。これね付属のブラシついてんだけど、このブラシで塗ってる時はなんかいまいちなんか差別化というかちょっと良さがいいんだけど、そこまでみたいな感じだったのね、だったのよ。それが私の目から鱗が出たっていうのがね、パフなの。このフェイスパウダーを塗るとき、私はこのロージーローザのもちもちパフを昔からすごい推奨してますけど、ミラノコレクションを買ったときにもこれでつけてください。これで。で、ミラコレよりも、薄付きなんだけど、ちゃんと毛穴をカバーしてくれるの、これ。ミラコレはね、ちょっとね、厚い。厚塗りになる、あれは。これは塗るよ。これ、ラプードルぐらいのクオリティある。5500円なんですが、1万超えのラプードルくらいの、なんつうのかな、薄付きなのにすごい毛穴カバーする感じ。もう、ハーバーのツルツルマットベースで、毛穴は撲滅してるんですけども、ますます撲滅みたいな感じ。ますます撲滅される。なんだろう、なんか前の携帯の方が漏れた気がする。デフォルト。これ無加工だからね。前の携帯は無加工だったけど、前の携帯の無加工の方が漏れた気がする。なんでだろう。なんか綺麗にさ、肌も綺麗に見えなくないですか。これね、ほんと何回重ねても結構ね、ラプードルと同じくらいいいの。でも、ミラノコレクションって、私今回のも頼んだの、ミラノコレクションね。今回のミラコレもご紹介しますけど、手に入ったら、入り次第ね。ちょっとわかんないかも。この、前々回のミラコレ、こんなに残ってんだけどまだ。これ塗るでしょ。画面ではわかんねえな。月がね、ちょっと濃いのよ。でもミラコレもいいよ。ミラコレも確かにいい。でもミラコレ高いじゃない？ミラコレ高いけど、いっぱい入ってるからいいよね。で、ラプードルは、香りもいいし、ほんとつき方もすごいいいし。ただこれはね、プードルぐらい、いい感じにつくんだけど、なんせ、値段が安い。しかも、コスデコで、この持ち歩きで、出たお粉っつうのが、結構、私的には衝撃、革命的で、今だとちょっと高めのやつ出てるよね、コスメデコルでの。出てないかな、丸いやつ。
で、これ、この筆は、この、外出先で、こう、テカったらやるみたいな。持ち歩きできる、プレストタイプ的な感じで。まあ、私は ラプードル持ち歩くけどね。私はね、家ではこれで仕上げていくけども。それで、じゃあハイライト、私の欠かせない。前からずっと言ってる欠かせないハイライト。これはね、もうリピ4個目買いました、この前。おとといポチりました、リピ4個目。ちょい、どこ行ったんだ、おい。これです。ロム&の01番。シースルーベルライターの01番。これが、本当にね、ツヤだけ残して、色はつかないんだけど、ツヤだけ残して、これをつけてツヤツヤにしてるときって絶対に肌綺麗だねって言われるの。ちょっとつきすぎたわ。伸ばすわ。これこんなもん、そこ見えて、これ3つ目だからね。で、この前4つ目頼んだからね。で、このハイライトはね、これ平べったい筆で塗ってるんですよ。なんでかというと、この辺は面で塗りたいのね。この面で。でも、この辺は、ここの、こっちの面で、こっちの細い方の面で塗りたいのね。塗りやすいというか。ほら、ツヤツヤ。なんかね、ファンデーションツヤ肌みたいな。ファンデーションでつ、ケツいて。なんだこれ。何これ。いって。これ、ケツに敷いてあった。ファンデーションでツヤ肌、どの子の言うけど、私、ファンデーションとか、お粉はマットでいいと思うのよ。で、後からツヤ足せばいいと思うのね。まあでも、毛穴目立つ人はそうもいかないのかな。ちょっとわかんないんだけど。ちょっとこの辺も、ツヤをつけときます。そしてその後に、ゴールドな感じのツヤを、このズーシーとか、エクセルは、結構上品な、このエクセルがいいかな。これ昼間でも使える上品なゴールド。ジョナゴールドじゃねえよ。ジョナゴールドじゃなくて上品なゴールドね。言ってないよね、誰も。これ、本当に、上品に、濡れ感とゴールド感が、出る。私ね、急に話変わるけど、シーインのコスメ、シーグラムを、買います。ポチりました。アイシャドウと、チークがいいっていうもんだから。ベースはね、私、安いやつつけたくないから、つけないけど、アイシャドウと、チークが、すごい良いみたいで。そうそう、このクレドポーって、やっぱり美容液成分がすごいから、肌につけててもね、肌が疲れないどころか、化粧落とすときにめちゃくちゃツヤツヤ。なんかね、美容液ずっと塗ってましたみたいな感じの、ツヤツヤだから、私は多分、このクレドポーのクッションファンデがなくなったらまた、絶対リピ以外確定のお品物でございます。そして私はユアグラムの、これで、これは一番描きやすい。やっぱ眉毛。眉毛を描きます。最近はね、上から描いてんのよ。最近。前は下のラインから描いてたんだけど、最近は上のラインから、ちょっと描くようにしてて、ちょっとストレートっぽい感じで、してるんです。で、この眉毛まで描いたら、次、次回ということに、次回アイメイクということにいたしましょうかね。この眉を描く間にちょっと雑談するね。私さ、なんか太ったのよ。ここ。なんだこれ、やばい。まあいいや。後でちょっと直す。ここ1年で太ったんですよね。で、ずっと TikTok にかまけていたんですけども、TikTok では、小話とか、まあ美容もね、もちろんやってますけども、ちょっと YouTube が恋しくなりまして、この前ファッション動画なんか上げたけど、私 YouTube、TikTok にアカウントが7つあって、7つとも有効的にいろいろね、
アップしてるんだけど、もうすぐ全部のアカウントが1000人超えるぞっていう。あの、美容のアカウントが今13600人で、あ、13500人か。小話のアカウントが13600で、100人多いんだな、小話の方が。小話の方が100人多くて。あとはちょっとチラチラっと、あの、毎日コーデを載せたりするアカウントとかね、買ったものをアップするアカウントとかがあるんだけども、なんか毎日コーデ、私洋服も好きだからさ、毎日コーデアップするやつは結構好き。だから取りためたやつを YouTube にたまにアップしていこうかなと思っております。結構ね、私のファッション好きって言ってくれる人がいらっしゃるので、ちょっと眉毛が非対称なんですけども、ちょっと、眉毛非対称なんだけど、ちょっと、ここ気に食わない、ちょっと待って、ここ気に食わないんだが、気に食わないぞっていう時は、あの、アイブロウを整えるコンシーラーをいくつか買ってあるのですが、いかんせん、いろいろ、いっぱいありすぎて、なんか次の動画でやるアイメイクは、私このコンシーラー気に入ってんのよ。さっきさ、顔に塗ろうと思ったんだけど、シミにね。このコンシーラー気に入ってんのよ。ちょっとこのコンシーラーで眉毛の、ここを整えます。いや、眉毛整えるコンシーラーあんだよね。あの、ビセリシから出てる、アイブロウエンハンサーだっけ？エンハンサー？アイブロウエンハンサーだっけ？あの、とにかくね、気になるバズったものとか気になるコスメは相変わらず買ってんのよ、一通り相変わらず。なんだけど買いすぎてるもんだからね、見つかんねえのよ。あったこのビセリシェから出てるアイブロウエンハンサーで、さっきよりもちょっとこう細いね、さっきよりは。あのスティック、あの何、キャンメイクのスティックコンシーラーね、これも毛穴消えるんだよ。これ上がりすぎてない？こっちの眉がさ、こういう風になってんだよね、なんかね、自眉が。だから全剃りしたのよ、眉毛全剃りしたのよ。なんか眉毛あった方が描きづらいからさ、私かといってなんか眉毛タトゥーのお店が多分都会とかに行かないとうまいところがないだろうなと思ったんでやってないし、あと、化粧によって、私は眉毛の形変えたいから、やってないんだけど、とりあえずこのくらいでいいか。とりあえずね、チーク後で塗ろうね。じゃあ、これで、あ、シェーディング。あ、鼻。ちょっと待って、鼻までやる。鼻のやつ紹介させて。スイーツのパーフェクトノーズメーカー。これ01番。これね、ワックス状なのよ。生チョコみたいなやつ。これで、この付属のモッサモサの方、こっちの尖ってる方じゃなくて、モッサモサの方で、グリングリン取って、これグリングリン取ったとしても、そんなにつかないから、ちゃんと、薄付きなの。で、すごいなんか、なんていうの、指でぼかすとかいう作業がいらない。薄付きで。これね、なかなか減らないしね。おすすめなんだけど、私がなんかね、TikTok でおすすめって言ったら、全然なんか、売り切れちゃってて、もうない、なんか、売ってないんだよっていう話を、結構聞いたりして。みんな恵み買いしたんじゃないのなんて、フォロワーさん言ってくれるんだけど、そんなわけねえだろっていう、まさかそんなに影響力ないよって。ただこれの、母数が少ないんじゃないかなと思うんだよね。売ってる。ただこのスイーツのこれは、本当におすすめ。こっちのコンシーラーは、何かというと、ここの、鼻筋通すのに、ハイライトなんだよね。だから仕込み的な感じで、とりあえずこれで、こういう風にね、鼻筋に仕込んどいて、後から、ちょっと光るハイライトで、やるといいんでね、ベが。落ちにくいんじゃねえ、ベが。つうね。感じなんです。ということで、最近メイクのベース編は終わりです。次のアイメイク編をお楽しみに待っていてください。
魔女めぐみでした。待っててねー。